どうも。この3つのゲームハードが発売から20年も経っていることに動揺しているわけです。時間の流れとは恐ろしいものですな。そんな状態で本日作るのはビーフカレーでございます。カレーの具材は王道のものを選びました。やっぱこれがしっくりくるんですよね。肉じゃがせんとやってることがかぶり気味ですが、その肉じゃがも元は明治時代にビーフシチューを作ろうとして失敗したことで生まれた和食ですから、工程が似てて当たり前なんですよね。なので肉じゃがを英語に訳すとジャパニーズビーフ&ポテトシチューになるとか、もちろん日本語のままでも通じるそうです。ちなみに肉じゃがの発祥は京都府舞鶴市と広島県呉市で論争が繰り広げられているらしい。本当は面倒ですが、具材は煮込む前に油で炒めておきます。油でコーティングすることで煮崩れを少し抑制できるとのこと。どうせ煮込みますから多少火が通ってなくても問題はありません。牛肉はアメリカ産 200g、そしてジャガイモと玉ねぎも投入。これぐらいしんなりしたらいよいよ煮込みの工程へ。今回で2度目のご登場、圧力鍋でございます。今回の加圧時間は4分と短いですが、でかい鍋がこれぐらいしかないので大丈夫。蓋を閉めて加熱開始。蒸気が出るまでしばらく待ちます。ここから弱火にして加圧。4分経ったら火を止めて自然冷却。開けるのが遅いのは爆発が怖くてビビってます。最後は普通に弱火で煮込みます。キーマカレーの時はルーをあらかじめ溶かしてましたが、今回はそのまま入れます。あ、火を止めるの忘れてました。ルーが溶けるまで混ぜ混ぜ。ちなみに使用したカレールーはコクマロの中辛でございます。辛口はさすがに辛い。隠し味にはチョコと焼肉のタレを入れます。焼肉のタレに関しては実家でも入れてたので真似してみました。こちらは茨黄金の味の中辛。しっかり混ざったら完成。先に言います、またロゴが忘れてました。まあ言い訳をすると、サムネ用の写真を撮るときは静止画モードに切り替えているのですが、このモードのままだと録画ボタンが無効になります。ただ動画モードで写真を撮ると画質が落ちてしまうんですよね。つまり切り替え忘れで録画ができなかったのです。カレーの味については、隠し味のおかげでコクとスパイシーさが増してて美味しかったです。多分今後もこんなミスが続くと思いますが、温かく見守ってください。では今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。